皆さん、こんにちは、こんばんは、デイクです。えっ、ー、と、今回の作品作りは、こちらの、羽型の、えぇ、ー、キーフォーダを作りたいと思います。えっ、ー、と、これは、実は友達から送っていただいて、実は私が購入しようとした時には、売り切れだったんですけど、友達がなんかどっかで探して、インターネットで探してくれて見つけてくれました。 ありがとうございます。えっ、ー、と、今日はこの羽を使って、夢、初の、初いや、初ではないんですけど、ま、あここ最近全然やってない、夢川系の羽を作ってみたいと思います。で、今回使うのは、こちらのレジ、レギン液、ルスターグロさん。あの、この、ルスターグロさんの、あの、レギン液の容器が、とても柔らかい。高い私、すごい入れやすい声。 というのが改めて今感じました。そして、着色剤は3色こちらのミルキーブルーですね。はい。そしてミルキーピンク。そしてミルキーグリーン。はい。これを使ってやってみたいと思います。そして、えー、今も準備してあるのがこちらなんですけれども。 ちょっと気泡を抜いてなかったな。気泡を抜きますね。気泡を抜きますね、じゃない。気泡を取りますね。えっ、ー、とー、えっ、ー、と、この気泡を取り、あ、もう、あ、もう、すぐ忘れちゃう。まあいいや、取ります。もうなんか道具の、道具の名前が、 ダメだ。後から思い出すんだよな。後から思い出すことが多くて。で、実はこれをやる前に、あのー、和風の、あのー、イヤリングを作ろう。イヤリングかピアスか作ろうかなと思ったら、 もう失敗も失敗で、1時間半経っちゃいました。はい。えーと、ではこれに、流し込んでいきたいと思います。はい。で、実、えーと、これを、これを流し込んで、その後ろに、クロームパウダー塗ったらどうなるんだあんま変わんないのかな なんか、実は意外と、クロームパウダーの、使い方が、分かっていない私なんです。では入れていきたいと思います。あ、そう、新しいテーブル買いました。買ったんですけど、あの、1000円ぐらいする、めっちゃ、あの、キャッチーテーブルです。<laughs> まあでも、私にとっては、あの、私が持てる重さなので、 重さとしてはいいんですけど、あの、使いやすさ、使いやすさとしてはちょっと、使いにくいです。で、今ちょっとあの、この、ビニールを引いてきて、あの、今度、100均で、なんかレジャーシートみたいな、可愛いのを買って、つけようかなと思いますが、今回はこれで。はい。えー、っと、それでは入れていきます。えっと、両方作っていきます。ちょっとこれとかそうね。 もうちょっといけるかなはい。で、入れていきまーす。<laughs> <laughs> で、実はどういう順番ああバカだ。<laughs> 耐えた。ま、はあいいや。で、次いきまーす。緑にしちゃおう。 あ、これ足りるかな足りなかったらどうしよう。<laughs> あの、めっちゃ適当で、今回。<laughs> 正直、どんな感じになるのか全然わからない。というのが、<laughs> 私の見解で。そして、あ、間違えたブブ。ピンクでした。ピンクを入れます。え、これどういう感じになったのか。<laughs> これ、この、この羽微妙かも、この色合い。うーん。なんとも言えない。色合いです。それで、えっ、ー、と、このままでだと、くじってなる、なので、ちょっと、えっ、ー、と、気泡するので、ちょっとぼやかして、って意味わかりますこれです。 これで、えー、なんとかこう、意外とこれでぼやかす、ぼやかすっていうか境目をなくすっていうのが、これでできちゃうので、はい。はい、えー、できました。そして、あ、このぐらい入れちゃって大丈夫なのかなもしかして硬化しない、しにくいなんてことないよね。 とりあえず、これで硬化していきます。ちょっと怖いです。硬化しにくいんじゃないかという気持ちに。はい、えー、硬化が終わりましたが、よ、よくよく考えるとこれ、あの、透明感がないので、 あの、クロス、パウダー入れても、あんまり意味ないのかなどうなんだろううーん、どうしよう。どうしましょう。じゃあ、片一方だけちょっと入れてみます。片一方は、こっちだけ入れてみて、こっちは入れないで、ちょっと自分で。 比較してみようと思います。多分あんま変わんないかなとは思うんですけど。多分変わんないかなとは思うんですけどね。はい。ええー。ちょっと待って、ちょっと待って、これ。ティスの上の手が漏れたらやばい。はい、ええー、と。 これをつけてみたいと思います。あのね、全然違うんですけど、テーブルね、高さが低くなったので、実は録画するのに、あのー、スマートフォン、あ、あんまり意味ない。意味ない。意味ない。意味ないですね。はい、あんまり意味ありませんでした。ただ、ここが使うだけ。ということで、今回は、 えー、これちょっとユニコン、ユニコンパウダーとか。今回は、えー、これはやめます。っていうことで、今回は、このまま、レジネッを入れていきます。あ、でも、うーん、ラメ、ラメで、でも、うーん、ちょっと変更。 せっかくなので、せっかくなので、なんか、できれば、せっかくなので、ああ、うっすね。せっかくなのでー、どうしようかな。ミルキー、 するんでしょうかはい。えっ、ー、と。もう一個こちらにエジン液を入れます。あ、そうそう、実は、その、このテーブルなんですけど、あの、すごいね、小さい、狭いんですけど、あの、高さが低くなった分、実は、スマートフォン越しでも、すごいやりやすくなりました。それははっきり入れますね。 すごいやりやすさ感じます。なので、あのー、今こうやってても、右手にスマートフォンを前にやって、左手はこっちにしてるんですけど、あの、意外とね、やりやすいです。あの、多分、邪行の高自分の私の邪行の高さに合ってるんだと思う。今までのテーブルって、私の邪行の高さに、 まあ普段、例えば食事するときとかも、まあ普段食事はこっちでやらないんですけど、食事するときはリビングのテーブルで食べるんですけど、たまにね、あの、母があのデイケアでいないときに一人でこっちで食べるときがあるんですよ。で、今までは、あの、お風呂場で使っているような椅子 まあ、パソコン代にしてるんですけど、それを使ってやってたんですけど、意外とこのテーブルは、逆の高さから考えると、私にぴったり合う気がします。それは思いなかった。なので、私に、うん、まあ狭いんですけど、あのね、テーブルガスも、本当になってるんだよ。子供のテーブルのような、 子供のテーブルとかに使っているのが本当に小さい足なんですよ。だから、正直多分壊れるのは早いと思うんですけど、でも、高さは私にぴったりです。なので、はい、えーと、ではこれを入れていきます。裏はこちらの。あ、ちょっと足りないか。ちょっと待って。ちょっと待って。 ちょっと足りない可能性もあるので、もうちょっと。えっ、ー、と、レジン液を入れていきます。これすごい押しやすい。<laughs> 柔らかいんだよね。このう器、今までレジン液使った中で、一番柔らかいかも。だけどこのレジン液高いんだよね。確か千千八百1800円 かなあい、はいではえっ、ー、とこの中に入れていきます半分ずつわほんとすごいやりやすい このテーブル、すごくキャッチーんだけど、<laughs> キャッチーけどやりやすい。あ、この高さはいいわ。あ、そうだ、ごめんなさい。説明してなかったね。こちらに今入れた、デジネットに入れたのは、あー、食た。デジネットに入れたのは、えっと、レーヌの森のミルチーピン,ピンクを、を入れてみました。 やっぱりミル、あの、皮、梅皮や、梅皮なので、ミルキーピンク系で一緒に、統一してみました。これ、キーホルダーとして使えるかなはい、えーと、全体に広げていきます。 えっと、ただテープ、で、テープが小さいので、こういう使かかったレジン液とかは、下に置かんじゃうぐられる上なんですね。たぶん、あ,あ、もう、あっちこっち食べちゃう。もうダメだ。こういう感じで、ちょっと、あの、あんまりしつこくないぐらいの、 あの、ラメほど入れました。レを無理ね。はい、えー、これを硬化していきたいと思います。ロボットみたいな言い方なんです。はい、えー、硬化している間、ちょっと皆さんにご相談なんですけど、皆さんにご相談なんですど 前々から、ちょっと私じゃ、どうしたらいいかわかんなくて、あの、難しいので、えっと、さっきほどから多分見えてると思いますけど、こちら、これね、あの、作ったんですよ。こういう、シーコンモールドがありまして、あの、これと、 これを合わせると、こういう風になるんですよ。で、これ作ったはいいんですけど、なんか使い道がないんですよね。なんかせっかく可愛い、なんか入れ物で、ここがハートになってて、可愛いんですけど、なんか使い道をどうしようか悩んじゃうんですよね。どうしていいかわかんない。使い道。 皆さんだったらどういう風に使いますかなんかレジンつでやるにしても、あのー、どんなやり方をした方がいいとか、あったら参考までにコメント欄と教えてください。もう、二つピンクと水色作ったんですよ。だけど、これね、すごくここにはまるので、 あのー、まあ、スノードーム系かなと思うんだけど、ただ、お花とかを、お花とかを止めないと、なんかこう、口の、お花だけだとダメなので、多分、口の長いのをこう、立てる感じにした方がいいのか。うーん。ずっとね、作ったまま置きっぱなしなんですよ。で、ま、あ、これはね、あのー、 あの、ちょっとね練、練習のためって思ってやったんですけど、もうこれかなり前にやってるんですよね。多分3、4ヶ月ぐらい前にやったかな。で、これ、えっと、メルカリで買ったんですけど、ヒーコンモードを、あのー、なんだけど、可愛くてつい飛び、飛びついて、<laughs> 買ったんですけど、 ここもなんかハートマークになってて、で、ここになんかリボンを付けたりしたら、もう可愛いなと思ってたんですけど、これでもどういう風に、スノードームとしてこうやって振って使うっていうのもなんか、どうなんだろうと思って。なんか皆さんのいい、あの、ご意見あったらぜひぜひ教えてください。よろしくお願いします。 本当に困っちゃってるんです。あの、皆さんがどのようにした方がいいとか、なんか本当、あの、アイディアがあったら教えてください。よろしくお願いします。えっと、それと、実はそういえばあの、お買い物紹介でもしかしたら、紹介してなかったと思うので、一つご紹介します。実はこちら。 これね、マーメイドの尻尾なんですよ。だけどさ、あの、私の手って小さいんですよ。小さいんですけど、これすっごい大きいんですよ。あの、正直、この竹串に対して、こんなにでかい。で、これを、これ作るのいいんだけど、 何に使おうって思ってて。<laughs> これ買ったはいいが、でかすぎたと思って。本当はなんかもうちょっと、小さいのかなと思ったんですよ。これもメルカリで、これ買った時と一緒に買ったんですけど、うーん、なんかでかすぎてちょっとなぁ。キーホルダーにしてもさ、あんまりでかすぎるとさ、 お、もう来たくないんじゃないなんか、ちょっと失敗したかなあんまり、使えないなってちょっと最近思ってて。すごいでかいんですよ、これ。ほんとね、どうしようかななんか、なんかで比べるとわかるかなどこにでもある、じゃどこにでもある電話、自宅の電話ありますよね。 ちこの電話なんですけど。このぐらいでかいんですよ。<laughs> こんなでっかいのキーホルダー持ちたくないよね。これはね、これはもう着たくないわ。もうちょっとね、小さいと思ったんだよね。そしたら意外にでかかった。っていう、うん、ちょっと失敗しましたね。 はい。効果が終わりました。こんな感じで、ちょっとキラキラした感じで。はい。うっし。あ、ここが。うっし。ちょっとあの、ミルキーピンクだと、クロームパウダーやってもあんまり意味なかったですね。っていうのが反省しました。で、今回は、まあ、夢かわせ。っていうことで、えっ、ー、と。 バリオ取らなどときなんですけど。こういう感じで、羽を作りました。なんか天使の羽のなんかもうちょっと、まあ、今回は夢かわせなんですけど、本当はもうちょっと、こう天使の羽みたいな羽にしたいんだよね。まあ、今後も課題ですね。はい、今日の動画は以上になります。 よかったよって思ってくれる方、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。また皆さんの、えっ、ー、と、作品作りの参考になっていただければ幸いに思います。それでは次回の動画まで。またねー。